あ、あれ？あれ？あれ？人見知りの子が喋ってる。わ、わ、ヨッシーの顔だ。わー、世の中ゼニーでせ言うてましたけど、時は変えなりって言うからな。あ、マリンさん、マリンさん。あ、なに？バーわ、これがノコジロ最後の頼みじゃ。クッポ、大魔王クッポを倒してくれ。街灯見たこと、街灯見たことかな。あ、でもあれか、全然遠くにあるのか。ん、なに？あ、こんにちは。こんにちは、それともこんばんはかな。この星の国ではいつでも星空が見えるんです。スターの杖が奪われる前は星がいっぱい飛び回る流れ星たちでキラキラしていました。今よりずっと賑やかだったんですよ。これね、絶対に星のかけらあると思うんで。絶対ある。ないー。おー、綺麗綺麗、今の。わー、わー、綺麗だ、綺麗だね。星の精様たちが捕まったり、スターの杖を奪われたりで、もうダメだと思っていたんです。でも星の精様たちは無事お戻りになられました。星の精様とまだベタベタ、まだ希望あるって話されてましたよ。そうかい、そうかい。感じでお金取られて、なんかちょっとあれだね、損した気持ちあるね、こう。お邪魔しまーす。え、なにこれ。こんにちは。星の精様たちがお戻りになられまして、ほっとしました。あとはスターの杖が戻るのを願うだけです。星が願い事するなんておかしいでしょうか。いや、別にだい。何これ、え、何これ、インテリア的なこと。こういうさ、なんかくじ引きのやつあるよね。手を入れてさ、なんか紙を一枚掴んで、なんかビリーってやるくじあるよね。お、星の精様お願い、星の精様お願い、願わして。おっ、わあ、立派な神殿というか宮殿というか何殿なのか分かりませんけど。この建物、宮殿って言ったらいいのかな。立派な建物だね。あ、不良も同じこと思ってる。こっちがいないんか、あったり。こっちがいないんか、あったり。ないか。お願いしまーす。あ、いるやん、ほら、ほら、いるやん。わー、みんな。マリオよ、よくぞここまで来てくれた。いよいよクッパの城に乗り込む時がやってきたのだ。さあ、わしら7人が力を合わせて恩師に最後の技を授けようぞ。何？わあ！何何何何何何何の技、何の技？マリオ、スターフラッシュを使えるようになった。その技を使えば、クッパのスターの杖の力を打ち消すことができる。そしてさらに一つ恩師に授けるものがある。何？責任？え、何何？え、何？え、はぁ？おまる。これは星の国に伝わる星の船だ。あ、船！クッパ城はここよりもさらに高い天空にある。されどこの船ならば、そこまで行けるであろう。さらは乗るがよい、さしてクッパ城に向かうのだ。わしらは常にお主と共にある。またいつでも遠慮なくわしらの力を使ってくれ。なるほどな。あ、もう行けるってこと？わ、おいおい、あと誰も喋んないの。でも乗り込んじゃう？乗り込んじゃうか！行くぜ！発進！え、これ戻ってこれないとかないよね？え、戻ってこれるよね？え？うわー、思ったより早い！大丈夫、そんな上にカバーとかかぶせなくて大丈夫なやつ。あ、流れ星、早く姫様が帰ってきますように。あ、なるほどね、願い星だと思ってね、流れ星だと思って願いが叶うといいね。いいね。何今の運のハート、イチャイチャしてる。ピーチ姫会いたい、ピーチ姫会いたい、ピーチ姫会いたい。あ、みんなの願いだ、キノコケーキ流れ星さん、よろしくお願いします。なるほどね。だから流れ星だと思って願いをかけるんだよね。で、マリオがそれを叶えに行くわけだね。お城の奪還を。なるほどな。ウェイ！来た、お下げ神の城。あ、口から入るのね。ごっくん。
北政治8位対決大魔王クッパいきましょうか。お、おお、クッパ時代、ここがクッパ乗ってくる乗り物の格納庫だね。これ乗れる？あ、乗れない。あ、あ、乗れない。乗れそうだったんや。んー、こっち側は特に何もない？うん。じゃあ行こうか。お、外？おどろおどろしい雰囲気だ。うん、むしゃぶりがする。いやいやでもあるよ。そうだね。いや、ガバガバやないか、俺。え、で待って、え？ははー、なるへそ。こっからこう行って、そっから出て、で、チャポチャポチャポーってこっち行って、こっち行くわけね。なるほど、なるほど。うわー、行ってみましょう。お邪魔します。ここは外？なんか、クッパじゃんってさっさと通り抜けちゃうよ、マリオ。そうだね。どんな敵がいるかわかんないからね。いやー！これ。あ、くそー、ハンマー遅かった。じゃあとりあえずいつもの恒例、いつもの恒例、恒例のトゲノコ、兵隊のトゲノコ、え、じゃあ兵隊のノコノコ、トゲノコでクッパ城を守るエリートノコノコ、 HP8 攻撃、うわ、防御力 3！ たっけー、うわー、やだね。じゃあピンチになると敵を、呼びつけるという言い方よくないか。で、これは次々ジャンプでひっくり返そう。ひっくり返すよ。ひっくり返すよ。OK。OK。えい。まあ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 。まあ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 って感じかな。うん。お！早速鍵？やったぜ。もういけるじゃん。じゃあ。ああ、うわ、キノピオさんたち。話しかけれない？おーい。おーい。おーい。ん？しょ。おしの鍵。よし。邪魔するでー。明かりんチェック。いるねー。これも踏む準備しとこう。待って、ちょっ！経由。ピンチになるからね。うわー、いっぱいだー。うん、あ、ハート1個取れない。お金、オッケー。うん、普通に来れるね。こいつしかおらんな。じゃ、うん。ジャンプしたかった。こんだけさ、でかい城をさ、ピーチ姫の下にさ、作って持ち上げたわけだからね。えぐいよね。うわー！うわー！え、ちょ、なんじゃ？なんじゃ？近づくものみんな、そうするのか？お主は。これはね、これね、もうピンキ。じゃあ、無理か！聞いていた！って。ちょっと待って。中チェンの振りを。物知りのハンマーブロス。ハンブロだよ。結構お馴染みの顔だよね。HP12、結構高め。で、攻撃が5、防御力が0だよと。あのハンマーに当たっちゃう、小さくなっちゃうの？昔と同じで、強敵だから気を入れてやっつけど、確かにそうだね。ってことは、これあれだな、これ。格好撃破のいいな。じゃ、これは、いや、待って、いや、次々ジャンプでひっくり返そう。ひっくり返って、ちょんまげ。あ、ひっくり返んない？ふいっ、ナイス。ふいっ、ナイス。あれ？成功、ドン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 ！にゅー、にゃー、ちっちゃくなっちゃった！痛い！やばい！ちょっとよ。防御力関係ないアタック。
しゃどやあかりんやで、ほんまに。最高、レベルアップ最高。どうしようかな、 HP にする ?FP にする。うわ、どっちも欲しいんごね。どっちも欲しいんごね。楽しいんごね。どっちにしようかな。どちらにしようかな。天の神様の言う通り。HP。あ、HP、あないかな、これ。この、そういえば、あかりにチェックしたかったけど。ないか。仕掛けもなければ何もないと。なるほどね。何もないと。じゃ。はい。お邪魔しまーす。仕掛け絶対ある。ひぃー！おー、よく来たな。俺はクッパ城の見張り扉だ。怪しい奴を通さないのが俺の役目なのだ。お前はマリアだな。こう取りたいか？向こうに行きたいんだろ？はい。よーし。それでは俺の前に立て。あ、待って。家の近所に事件が。うん、何？どうした？何をしてる？早く俺の前に来い。伸びちゃいと通らせてやらないぞ。え？え？いや、今、ファーンってなってるから、ちょっと。放送的にごめんって。これ一回出ちゃう？うおー、よく来たな。再放送だ。これ、いいんすよ、どうなる？撮りたくないやつが用はないぞ、あっち行ってな。ごめんて。どうした？やっぱりこう撮りたくない？いいえ。撮りたくないやつが用はないぞ、あっち行ってな。無理か。いいえ。無理か。やっぱ撮りたいっす。ちゃんと俺の前に立ってるな。よし、それじゃあお前を通してやろう。ん？あらー、そういうことね。あらガーハハ、引っかかったな。そこは脱出不可能の牢屋だ。お前はおとしくそこでくたばってるがよい。まあ万が一ここまで戻ってくることができたら今度こそ通してやってみせる。あれ結構いい人じゃんかもしれない。お前がそこから持ってくるなんて無理に決まってるから。まあな、うん、ずっとそこで震えてるがよい。わはははは。そうだな。俺がたった一人だけだったら、ここから出ることは不可能だろうな。でも俺には仲間がいるからな。力で、マリオ。ここから行ったところまで戻るにどのくらいかかるのかな。どのくらいかかると思います？おう、マリオの。やはり来てくださったのですな。ご覧の通り、情けないありさまです。ピーチ姫をさらわれてしまい、キノコ城もクッパの好きなようにされてしまっております。キノコ城にお仕えしておりながら何のお役にも立てず。あとはマリオ殿に頼るほかありません。どうかピーチ姫だけでも助け出してあげてください。じゃあ君たちはいいのかな？我々にもっと力があったらこんなことになりませんでした。ピーチ姫には何と言ってお詫びをすればいいか。一刻も早くピーチ姫を助け出して、だればな。優しいね。じゃあ助けてあげようか。せーの、ドン。いっちょがり、こんな髪なんで、あさみしまいよ。中村さん、足りない髪よりずっと簡単だったわよ。あたしできて本当によかったわね。確かにそうだよ。みんな逃げれるよ。ああ、全然逃げる気ないよ。じゃあ行きましょうか。で、なんかあればここに戻ってきて回復しよう。オッケー。お、セーブもあるじゃん。めっちゃいいじゃん。オッケー。さてさて。ここからどこに行くんだ？ん？バレた。あー、なるほど。はい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 。あれですね。総集編ですね。今までの。で、パレッタに飛んでもいいし、これで行ってもいいんだけど。いや、違うわ。これあれだわ。待って。一回こっち確認して、こっちが進行方向ね。だから進行方向的には、パレッタさん使わないとダメなんだけど、こっから外に出られるのでは？その時間、やっぱね、めんどくさいからね。
いよ。ほらほら、思った通りやで。こんなん思った通りやで。とい、なんだ？寝顔のパワー、あ、寝顔のパワーか。え、寝顔のパワーつけまくる？よいしょ。ありがとうな、ポコピー。移動専用ポコピーです。これ普通にさ、これいけるよ。これこそパレットじゃない？これこそパレットじゃない？ごめん、さっきもう活躍しないとか言って。君の出番だ。いける？パレットいける？君の出番だ。ひゃー！ギリチョン。ギリチョンや。ここなんかあるよね、絶対に。宝箱！え？いけない的な？いけない太陽！あ、いけないの？うわ、見せるだけ？うわ、見せるだけ王子？ちょっと。ジャンプ、無理か。ええー！うわ、やられた。騙された。レッツゴー！ゴーです。これもまたあれかな、ポコピーかな、とりあえず。とりあえずポコピーで、スイッチ的なのが、何が出るかな。ほ、いけなくていけず。そんなん。どうやっていくんこれ。どうやっていくん。あー、あれか。なんだっけ。レサレサだ。いや、レサレサのさ、この、これ、忘れるよね、これ。これ忘れるわ、マジで。忘れるわ。んーで、鍵が必要だからこっちか。これなんかあるの？気になるな。ここなんかありそうだけどね。なんかありそうだよな。ん？クレーンにしとこう。めっちゃいるじゃん。このところ流れてきたんで、溶岩さえなくなったら こっちの重さは俺でも OK だよ。確かにね。全体攻撃できそうな、なんか、オープクさんの方がいいですよ。わっ、ま、悪いですよ、このとこまで行きやがった。こんな時どうするんだっけ、壁くもさん、なんて言ってたっけ。ただ確か何があってもスイッチだけは触らせるなんて。なるほど、何があってもこのスイッチだけは触らせるな、ということですね。まあまあ、まさか、まさか、俺たちマリオと戦うのか。ひぃ、俺たちがつけられちゃうんだ。ひれむな、マリオはなんだ。なんとしても、このスイッチはマリオをさせようならん。クッパさんは困ってもいいのか。マリオをやっつけろ。根性見せてやるのだ。うわー、こうなったらけくそだ。突撃ちょ、やめてや。あらー、お揃いで。どうしましょう。くらいだっけ。しょ、じゃあやるか。オッケー。ほら !7、オッケー、ぴったり。ぴったりんこだ、ブー。オッケー。シャイ。経験値とかくれないの？経験値とかくれないの？なんで？経験値くれないの？なんでよ。じゃあ押すか。ほら、あ、ほら。おお、とっ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 と。ほう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 。
あらら不思議。溶岩冷えて固まっちゃったわ。これなら上を歩いても熱くなさそうよ、マリオ。これで先に進めるわね。いや、まだまだ熱いでしょ。うわー、怖っ。ブロンズクかよ。あ、これで、なるほど。宝箱を開けれるようか。なるほどな。よいしょ。OK。こちらの鍵をゲット。OK、いいね。あれ、だったらさ、これポコピーでさ、あっちのバッチ手に入れる必要なくなかった。ちょっと待って。これ全部の溶岩の上に溜まってるってことだよね、多分。待って。あ、まあ大丈夫か。お茶会、行きまーす。よいしょ。しょい。暗っ！あかりーん。お、なんだここ。砂？砂か？お砂？うわー、見たことないやつがいる。うわ、トゲじゃん、しかも。てよ、これは、ここ。おらー、すごない？すごない、今の。天才やわ。天才です、今の。見ました、今の天才。うわ、今の天才やわ。今の天才やわ。今のすごいな。惚れ惚れす。あ、見れないか。ごめんなさい。じゃあ、仲間チェンジで明かりにしといて。今のは天才やったな。天才を欲しいままにしてたわ。じゃあ、トゲが生えてる方を先に倒すか。骨メット。お、まだか。じゃあちょっとハンバーガーにする。骨メット、うん、オッケー。OK。 なので骨がっていうか、あの何、トゲが生えてる時と生えてない時とあるところかな。 OK。 でビリビリで、あ、いいね。やっとつい。ちょっと、広い。いいね。まだいる？お、分かれ道。なるほど。これ普通に飛び越えれる？落ちたか。これはこれ正解ルートっぽいぜ。ちょっと見ていこうか。話しかける？こんにちは。え？え？押せる？うわー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 、扉？戻したりはできない？あっ！お前もしかしたら力を抜き出せたのか。マリオごときでは絶対無理だと思っていたのに。うぐぐぐぐぐぐ、ちくしょう。仕方がないが通してやるわ。覚えておけよ。え、通してくれるの？あ、パカー。結構パカーって、結構パカーって。顔面パカーって。怖っ。怖っ。顔面パカーって怖っ。これもう一回近いにはいけないの？これもう一回近いにいけたらさ、全回復できるのにな。クリオ、ここはどこ？やっぱりのホールだね。どうだ、これも繋がってるんだろう。気持ちはのんびりでも急ごうね。あ、セーブ。ナイス。こっちは？わー、こっから行く道が増える的な雰囲気？
よっしゃー、ほな行こけー。ん？近いんよ。どこについてるのかな。明るくする照明がないんだね。まあそれを証明してみますよ。めちゃめちゃ簡単。あれ鍵？鍵ないもんな。こいつが持ってる、もしかして。こいつが持ってる可能性あるな。よいしょ、あんにゅーん。いた、早っ。おいおい、一人一人ってことはもう君が鍵を持ってる以外の何者でもないんじゃないか。おらおら、ちみちみ鍵を出せ。へい、はい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 、どうやの鍵。おい、今が出してやるからな。よいしょい。さあ感謝せよ。おおお、視点がぐるんと。マリオさん、やはりピーチ姫を助けに来てくださったんですね。ピーチ姫もきっとマリオさんを信じて頑張っておられると思います。本当は我々がお助けしないといけないんですが、ここにいる人たちを守るので精一杯なのです。情けない、情けなくないよ、頑張ってるよ。ひそひそか、ここは心も体も、お、心も体もリフレッシュ同じのキノピオハウスではありませんが、よかったら止まっていてください。止まってきますか。ちょっと、え、止まってみよう。え、どういうこと。牢屋のベッドに布団もなく、おはよう。え、おっと、いけない、静かにしなくちゃ、見つかっちゃ。いや大丈夫よ。え、マリさんご無事だったんですね。本当よかったです。僕らあっという間にお仕事捕まってしまいました。パーティーに来ていた人も 何人か無事に逃げたみたいでしょうが、どの人が捕まりました。うん、オッケーオッケー。これなんか全員助け出さなくちゃいけないとかあるのかな。あー、はい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 。ん、待って待って待って、今なんて、キノコ城の兵隊で撃つか。マリオが一番だもんね。キノピオがいてベッドがあるとキノピオハウスを思い出すね。オイラのこと脳天気だと思う。あ、なるほど、これヒントになってるのか。あ、え、これもしか、え、あ、これってさ、ええ、これさ、人に話しかけれる状態でクリオでやると こういう情報見れたの。え、俺今初めて知った。え、これクリ、こう人に話しかけれる状態でこれ聞くとその人のこと教えてくれるんだ。え、知らんかった。マジか、もっと早くに知りたかったな。